はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。海道高校、はい、パワーアップ期間中に、ちょっと投資サクセスもねやってみようということでやっていきたいと思います。アイテム招きマックスパードリンクです。そしてちょっとコントロール低いのが、まあ、球速も低いのがあれですけども、まあ、頑張っていきましょう。こんな感じのデッキです。ちょっとね、サンタチにするかナルミにするかすごい迷いましたけど、今回このデッキでいきたいと思います。まああとはここら辺がね、どう技術ポイントをくれるか、そういうところに鍵がありそうです。お、サンタチが守備練習、三田村が球速、クソ変化がいない。要は変化が増えてる、はいはいはい、得意練習持ってるやつがね。まあでもスバルのメンタルは面白そうだけど、まあやっていきたいと思います。いやー、モブも上げていかなきゃいけないからね。そうですね、面白いですよね。うん、あとはなんか太平楽みたいな感じですと、青コツとかみたいな感じでコツまで出し始めたらモブが、うん、そしたらもうめちゃくちゃ面白いっていうか、やばそうな感じします。さすがにそれはないんだよね。あ、でもこういうところでも B 賞くれるのか。これはこれででかいな。そうっすね。ちょっとデッキ的に B 賞ポイント稼げないんで。うん。逃げだわ。あとイベントの完走率がねよろしくないんですよ。はい、そこがどうなるかですね。海道高校の弱点ですね。うん、そのこあとは投手サクセスはやっぱり金徳が重いんで、うん、いかに骸骨、はい、回収できるか。あとはまあ虹谷の本骨もそうですけど、うん、それが大事ですよね。見た目行くか。逃げ玉は取れない？これじゃあ取れそうっす、ね、取れそうですね。一応戻っとく。次の次クイック。さあここ大事よ。おお、よかったです。でもここは休む一択っすね。はい、あ、やっぱ万全の状態でこの迎えたいね。はい、残り6ターンからやっていきたいですよね。ニッジいきまーす、はい、コーチ頼むよコーチ。うん、残念。万全の状態になりそうだ。ならない、なった。おお、あとはもう勝さん今回招き持ってきてるから割と心配する必要ないと思いますけど、うん、例えば角利屋のさっきのイベント、うん、した複数回ある、うん、あの金徳イベじゃない時とかは1回できるっていうのも招きなしの時はありっすよね。あれ体力回復もあんねんな、確か。下はそうっすね。ね、結構回復するよね。まあただ最大値だとやっぱりここの、うん、ポイントね大きいんで、だいぶでかいよな。ここでもワンチャンありかな、たくさんいる。ただこっち行こう。勝ち運取ったよな。よし、コントロールだったかな今の。逃げてもよかったかな今の。うわ、まあこれここ行きます。はい、監督評価もね地味に大事なんですよ。うん、いやでもツノリアのラブパック継続タイム本当に長いっすね。長い、5ターンくらいラブパついてますね。確かに言われてみればそう。え、ツノリアって長いんだっけ。そうですね、効果が確かレンちゃんとかも一緒ですね、うん、レンちゃん長いよね。思い合いの固有で確か、うん、そうだよね、長い。だからツノリアのとこに行けば回復も可能性あるしな。そうですね。そろそろ落ちる。落ちない。
奪三振を抑えます。西田に行きます。奪三振さあ、ポンコツを早めに切れ949。うん、次に期待だ。コーチもいる。まあ、これで満タンでしょう。これやる気は上げてくんないか。さあ頼む。にゃー、すごいよこれも。まあここだな。そうですね、コーチ頼むわ。まだいいっすね、うん、いてくれただけ。そうね、いない時あるから。はい、よくあるから。コーチは来た。お、うまいよ。日常戦そりゃ可愛らしいから。何度も見てるけどこれ何度も忘れるっていうこの俺の覚えの悪さ。体力回復したいんで両方あるか。上ですね。はい、見た目は50にしたいな。技術ボーナスでかいっすね。でかい。いや、このモブたちは頑張ってあげたいっすね。あげたいんです。コントロール変化。君たち。おお、ここは早いな。うん、まあ、正直こっち行きたい気もするが、まあ変化ですね。何も取っていない。ただ怖い。どうすかな。マジ怪しそう。一発デート挟む。ありっすね。あり。まあ1回目回復ないんでね。行くポイントっていうのがすごい大事になる。お、これはこれはこれは何だったんだ。初めて見た俺あのイベント。あ、マジですか。うん、よし、怪我すなよ。平気で 5% でも怪我するから。こつはくんない。いやー、なんか渋いなー。コーチ、なんか練習もパッパパッパできるのがいいね。これ、そうですね、これなんだっけ、言ってあげないよだっけ。はい、うん、キレ抑えまーす。奪三振も取ってるよね。うん、ノリアの安心できるところはここですんごい評価上がるから。そうっすね、うん、正月来ないっていうことがねほぼほぼない。変化が光らん、変化が光らん。トレーナーさんにすごいねおにぎりもらってるから。
まずはスタミナ戻す。お、大吉。結構辛いっすよね、これ。辛い。おーおーおーおお。ブレーキできる？できません。ブレーキできません。緩急取っちゃってもよかったかな。お、コントロールコツ。いい働きをしてくれた。ちょっと調整します。一応ね、急速上げつつ、まあ、まだ来てないんですけど、ちょっとエッチなスライダーできます。うん、にゃー、すね。マジこんなんで怪我したくないんだけど。行く。でかい。うん。で次変化。今の練習を無駄にしないでくれ。いいよ、やる気はダメだ。うわ、やる気はダメだ。引く。一応これダブルタックスからね、市原からんで。市原懐かしい。スタミナ10上がったぞ、ドク。10上がったぞ、スタミナ。すごいっすね、1個ランク上がったんですもんね。なあ、さあもうこうなったらラブワが欲しいです。ただここはもうデート一択だろ。もしくは遊ぶ。遊ぶ方がいいか。遊んでた方がいいな。そうっすね。うん、やる気上がったのはでかい。そして何もない。どうしよう。コントロールいくの俺。なんかうーんって感じだよ。デートとか行っちゃう？デートありっすね。そうだよね。なんかもったいないよね。体力削んの。はい。ここでまたやる気が？やる気じゃないか。やる気だよね。うん、ラブパ狙っちゃう。そっちの方がいいっすね。まあまあでもいいっすね。うん、いやー、まあ、コーチにお願いしよう。コーチさん、来てくんない？回復。合宿中は来ないですね。来ない？なんかイベントの中になかったっけ？コーチ系のイベントボーンって来てくれんの。取れよ、もう。ここ？こっちだな。球速も上げたい。
これか。心臓破りの丘ってやつですね。お、やったって。回復はない。これか。これは回復ないですね。最大値と筋力ポイントとかですかね。くわ、マックスパワードリンクの出番が来るかもしれん。まあでもこれはここです。ちょっと休息も上げときます。技術が圧倒的に足らない。そうっすね。コツをください。でも3回連続で練習したいっすね。伸びはでかい。勝てるのか。勝てそうな雰囲気がないぞ。投手つける。負けそうだ。おひとまずまだ野球部でいられそうです。いや、こういうとこでブレイクスルーしたいよ。もう第二得意練習めちゃくちゃ大事ですね。めちゃくちゃ大事。やっぱりあの三田村あたりが変化球持ってるとさ、それだけで幅広がるもん。もうここ行くしかないもん。すべては技術ポイントだね。成功させていく。頼みます。ます。ます。スポッ。失敗でございます。失敗でございます。そしてこれは熱いです。まあまあスポですよ。これが闇スバっすね。闇が深いスバルです。長い方も好きな人だな。デートっすか。そうっすね。ガラスのハートってどういう効果。打たれ弱いんだっけ。そうっす、打たれ弱い、うん、打たれ弱いってどういう効果。打たれちゃうと弱くなるのじゃないっすかね。これは下でいいんじゃないですかね。回復もあるはずです。これが2回目ね。はい。ただこっから来るようになっている。救急さん、まあ、あのブーストに救われましたね。でもやっぱり6000点とか出したいよね。そうっすね。いる、こんな精神。スバルが精神って もはや技術のための精神だ。そっと見守る。ここで感想ですね。いや、少しここかなりで引けるかもね。結構大事なんですよ。ガラスのハート消すにはちょうどいい精神なのかもな。そうっすね。まあただうん、技術に余裕がなさすぎる。ちょっときついね。え、鳴海連れてった方がいいのかな。ちょっと編成変わりそうだけど。
待ちか。これ仕掛けらんないですか、ジッパー。コントロール。どっかでやっぱり3連続練習は多分した方がいいですよね。ポイントも入るしね。はい。ブースト使っちゃうよ。今何回目練習。もうマックス。マックスこれ使う？使って、うん、コントロールいきたいなって感じですね。ここね。はい。タッチカーは尻上がり欲しいよ。伸びもまだ1回だよね。復活取ります。コントロールね。で、外野手について必要なもの、ちょっと技術欲しいですもんね。うん、技術。うわあ、もうこれは筋力べらぼうって感じだな。ですね。まあでも技術もいただいた方がいいってなると真ん中が下っすね。いや、筋力ドカーンくるなこれ。ドッカンバトル。急速？そうですね。非常に難しい。これはこれででかい。でかい。めちゃくちゃでかいっす。いった、よくやった。多分まだあんまり仲良くないよ、新田君と。メンタルか、デート。デートやっちゃったいですね、今のうちに。デートやっちゃうね。そうっすね。で、甲子園中に行けるでしょう。うん、ちょっと調整します。強くないな。コントロール結構きついっすもんね。ちょっとこのペースだと上げらんないな。プラマイゼロになってるし。いやー、きついな。なんで海道高校こんな弱いんだろう。メジャーの世界じゃ最強なんですけどね。海道高校が、俺の中での海道高校は結構甲子園優勝できないぞ。甲子園優勝当たり前ですからね。そうなんだ。本来だからあれだろ、今で言ったら清宮くんレベルがいっぱいいるんだろ。ああ、そう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 、全国からかき集めて。そうでしょ。こんな勝ち方はないわけね。ナイス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 。もう初回からもう10点ぐらい取っちゃう勢いね。そうっすね。まあでも、うん、そうっすね。うん、これじゃマニュアル通りにしかやんないんですよ。うん、まあ漫画見ればわかりますけど、はい、当たり前に毎回スクイズやっていくみたいな。ほうほうほう。そういうプレイスタイルっすね。なるほど。ちなみにイベントは全部来たのかな。
このちょいちょい入る回復でかいよな。でかいっす。これはうまくやっぱ利用するというか、立ち回りの一つ。そうね、大事っすね。燃えてる。ワンアウトランナー二塁という場面で清水大河。第2球決まってストライク。これで追い込みました。第3球を打ちました。二塁ランナー。うわー、海道高校の守備ってこんなもんなの。打たれんねって話なんだけど。野五郎くんマジで打ちますよ。こいつはミートパワーシーなのに、こいつはもう気持ちでやっていくタイプなんだよ。なるほど。第9球初球空振り、タイミング合いません。天才肌は佐藤投手やす。第2球2球目ストライク。これで追い込みました。投球は3球でインコース低めいっぱい、見逃し三振させ。いや、回ってくる回ってくる。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で平林、できることなら先発で使ってほしくない。第2球、あーっとショーフライになった。噛みました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。投げた、外角低めいっぱいストライク。第2球、よい子へ遠藤へ簡単に2ストライク追い込んだ。投げた、そっか、筋力足んないと思ったけど、打ち無双失敗してんだよな。第4球、そうっすね、アウトコース低め、見逃し三振。第9球、アウトコース低めいっぱいストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目。今季は3球目。次は4球目。見逃し三振。次を回ってきそうだな。お。ただ点は取る。ゴロで回ってくる。うわ。こいつなんか威圧感持ってんだっけ？第2球。変化球。威圧感持ちでしたっけ？なんか。一気に小さくなった気がするよ。第3球を外角低めいっぱい、見逃し三振。させ、ナイスピッチング。第9球初球はストライク。投球これから2球目。投球は3球目ストライク、空振り三振。いやでも変化球、変化球伸ばせないです。きついわ。技術も当然足んないよ。そうですね、うん、まあ、常に変化タック、コントロールタックでブーストがやっぱうまくはまっていかないとこの高校きついですよね、うん、まあ、あとは3回練習の後のポイントね。ポイント、あそこでやっぱりミート直上げとか時にコントロールを上げれるようになってくるとめちゃくちゃでかいですよね、うん。そうですね、コントロールプラス3とか来たら99、98からの101で何ポイントって言ったら、そうだね、何百ポイントの恩恵ですもんね。うん、おお、結構きつい。海道追加点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面。そして1点取られている。初球はストライク。ああ、本当だ。出てきました。投球これから2球目。投げた、打った、二塁ランナー三塁へ、破ってった。ふぅ、小野田ヒットを放ちました。海道なおもピンチが続きます。インコース低めいっぱい、マチェット。まずは決めてきました。第2球見送ってストライク。第3球を空振り三振。
させ3球で仕留めてみせました。まあ毎度思うことだけど、ハマりゃ強いんだろうな。嘘っすね。さあ次の投球、第3球を決心。ハマるの中でもやっぱりでも本当可能性を持ってる高校であることは間違いないと思いますね、うん、やっぱりあの第2得意練習がランダムでどうなるかが大事だな。そうですね、うん、そこが被んないからね。例えば三田村が変化ついたら三たちは変化つかないからね。完全ランダムみたいだから。まあでも球速変化コントロールのみでできればいってほしいですよね、うん、僕唐突に言うけどさ、パワープロってさ、右手左手どっちがやりやすい？右手ですね。さあ次の投球、第3球、内角低めいっぱい、見逃し三振。させどんどん回ってくる。ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で鉄砲塚。第2球、2球目ストライク。第3球をチェンジアップ見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、見逃し三振。確かに左ちょっとずれるな。回答、ここはノーアウトです。ノーアウトランナー2塁という場面、結構回ってきますね。投げました、第2球見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を完全に外れた、ボールカウント、ワンボールツーストライク。第4球を変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球インコース低めストライク。第2球アウトコース低めストライク。第3球を初球見逃し三振させ、見事代打は杉浦。第1球ガラスのハートだとこういう時に弱いんだろ。タイミング合いません。そうですね。第2球てか、この子がなんで代打なんだ。絶対なんか問題行動起こしたな。絶対スタメンだろ、こんなミート B パワー S って。カイドウ、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー2塁という場面で土屋、ここまで2打席連続三振。第2球チェンジアップバッテストライク、1球1球に魂を込めて投げ込みます。カウントはインコース低め、見逃し三振。カイドウなんとか次に進めそう。さあブレイクスルーをどっかで一回やりたい。うーわ、もう使っちゃう。使った方が良さそうっすね。ブレイクスルー。結果的にあんまりうまみのないブレイクスルーって感じだね。ジャストフィット。ついね。そうですね、上げる必要はもうないのかもしれないが、ちょっと101難しいでしょ。難しいですね。カイドウ先制のピンチです。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で古永、カドウ盗塁を阻止しました。さすが投手くん、肩もいいのか。第2球チェンジアップ見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を内角低めいっぱい、見逃し三振。第1球ストライク、いきなり150キロ。第2球打って、これはいい当たりだ、入れば先制。こんなことある。追加点のピンチを迎えました。ブッシュエさん、やっぱローボールヒッターですからね彼は。マジでそんなこと言ったら俺次高めしか投げねえぞ。第2球、まあ、彼は今度ハイボールヒッターですからね。で、なんだっけ、流しがうまいんだっけ。
プルヒッター、プルヒッターか。伝説の引っ張り屋かこいつは。まずは決めてきました。あ、それ帰ってきた古永か。そうですね。おお、カイドウが本来の力を出し始めた。大貫といえば、大貫太鼓誰？歌手。大貫といえばメジャーで出てくるコーチの名前ですね。笠原。笠原誰って感じですね。うわーうわー、しかも金井が来た。金井くんね。俺ポコタンでこのナイスピッチ上手くなったんだけどな。おー、稲垣がツーラン。誰？コントロール？いや、経験的には球速こっちだね。こっちより。あ、コツマンのか。うん、7。換気抑えてきゃよかったな。うん、一言よろしいでしょうか。はい。強くないっすね。え、てか金徳全部乾燥してます。6あればいいんだろ。1、3、4、5、6。ああ、あるか。うん、変化球がもう7777となったら分かんない。まずやっぱりいろんなその噛み合わせとして、うん、うわー、フェア噛み合わせとして、うん、技術ポイントを稼がなきゃいけないなんですけど、そのまずコントロールをどれだけ早いタイミングで90後半に持ってって、3連続練習後のイベントでコントロール上げてもらうか、うん、そこが多分すげえ大事ですね。いや、3タックとかを序盤で引ければ自然とそのカズさんが言う変化球777の3方向とかもできるじゃないですか、うん、かつそこに合わせて技術精神も稼ぎながら早段階でそこをリーチかけて95ぐらいにする、うん、で3連続練習でコントロール直で3つ上げてもらうとかってなれたらいいと思うんで、技術温存系でね、技術ポイント。まずは三択とかを序盤で引いて、コントロールをいかに早く上げられるかが、なんかそのいろんな噛み合わせの中で一番スタート。おお、チェンジアップ打たれるな。だと思いますね。めった打ち食らってますね。めった打ち食らってるな。バスケス、ルーカスバスケス、ブスケツ。もうここでの失点は痛い。トシヤ、ジャンプ。らしくないな、うん、カイドウ。まあちょっと先発で、でも9400点出てんだ。
積んだな。積みましたね。手応えもいけないですか。手応えいけるか。積んだな。あれもいけないですか。変化球対抗心みたいな。あ、打たれの方がいいのか。ただ両方いけそうだね。もうちょっとスタミナ上げたかったけど、まあまあいいや、こんな感じ。まあでも終始ハマってないというか、あんまりうまくいかなかった割にって感じだね。あ、それは1年前とかさ、1年半ぐらい前からしたらさ、こんなの作れなかったでしょ。強化が来てなかったらありえないです ね。はい、ということで皆さんもやってみてください。もうちょっと行きたいの、行きたかった、もうちょっと見せたかった皆さんに。まあでも頑張っていきます、はい、また動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。